第一章、市場の発展と競争のダイナミクス。二十世紀の最後の十年間は、先進国の多くの企業にとって実り多い時期であった。世の中が平和で安定していたことに加え、人口が着実に増加し、平均寿命が伸びたことが、この時期の繁栄に大きく寄与した。 また企業のマーケティングレベルが向上したことも忘れてはならない。マーケティング部門は巨額の予算を用いて新製品の開発や市場投入に当たるとともに消費者を教育し消費者とコミュニケーションを図ることで製品の使用や反復購入を促しブランドロイヤルティの確立に努めた。だが十一世紀に入ると 成功を収めることは次第に困難になってきた。その主な原因としては、以下のような点が挙げられる。消費財分野において流通機能が極度に集中化した。1950年代のアメリカやヨーロッパでは、独立した小規模小売業者が流通機能の大部分を担っていた。 これに対して現在はウォルマートやイケアといった革新的な流通業者の存在と合併、買収、M&A の進展により巨大企業や多国籍企業が流通を牛耳る時代となっている。食品分野では商品の80%以上がハイパーマーケットやスーパーマーケットのチェーン店経由で 最終消費者の手に渡っている。またマクドナルド KFC ケンタッキーフライドチキンサブウェイドミノピザなどの大手フランチャイズも大きなシェアを占めているこれは食品分野に限らずあらゆる業界で見られる現象である最も重要な点は製造業者よりも 流通業者の方が大きなな力を持つようになったことだ棚スペースを所有する流通業者がどの製造業者を支持しどれくらいの棚スペースを与えるかについての決定権を握っているそして棚スペース代や解約手数料を課すだけでなくアローワンスやプロモーションについても 自社の希望を製造業者側に受け入れさせるというところまで来ているのである流通業者は集中することによって変化に対応している巨大な力を持つ少数の流通業者によってチャンネルの集中化が進展している競合企業の数は減少しブランド数は激増している 生産業者の多くは巨大小売業者からの圧力に耐えきれず市場から姿を消すか大手企業に買収されることになったこうして生産業者の数は減少したが彼らが市場に投入するブランドの数はますます増えてきているサイトからダウンロードできる図1はアメリカイギリスドイツにおける1975年から 2000年にかけての登録商標数の推移を示したものだが、これを見てもブランド数が激増していることがわかる。中1。世界知的所有権機関。ワイポのサイト。http://wwipo.int iPST-ATS ラッシュ EN 参照ブランド数が増加した主な要因は以下の3つである1一定の規模を持つ消費者グループセグメントのニーズあるいはそれよりも規模の小さい消費者グループニッチのニーズに適合するよう製品を改良する必要があった この状態は市場細分化戦略市場セグメンテーション戦略を推し進めた結果もたらされたものである。